お世話になります。一人でございます。BDSP では、七かまど博士に見つけた数151にしてみせると、全国図鑑にバージョンアップさせてくれて、ポケトレを手に入れることができますよね。これはほとんどの場合、初見でストーリーを進めたら、大概は殿堂入り後に揃えて博士に報告しますよね。では殿堂入り前に、なんならもう序盤で図鑑を揃えてしまって、博士に報告したらどうなるのでしょうか。ポケトレはちゃんともらえるんですかね。っていうことを視聴者さんにご提案いただいたので、今回試していきたいと思います。はい、まずは普通に進んで、まあ図鑑見せられる場所ぐらいまで行きましょう。まあどこかわかんないけど、まあ大体最初の対戦とか終わって、マサコタウンに行けばとりあえずできる感じですよね、多分おそらく。いいか図鑑、遅れたら罰金100万円な。だから遅れちゃいけないってことだ。早く完成させないといけないってことだね。急かされたわ、こいつに。失礼、通らせてもらうよって、これ真ん中通っていくのマジで失礼だよね。二人いるところで端から行けよっつ。それにポケモン返さなくてよかったのかって、すごく真っ当な指摘だよね。本当にその通りだよっていう。あんな直角の歩き方したら辛いよ。このすごいせっかちだよねっつうのもさ、なかなか人の友達のことをいきなりせっかちとか言うのもひどいよね。ポケモン図鑑をもらった。はい、ここで多分初めてポケモンセンター使えるようになるんですよね、おそらく。まあモンスターボール普通にね、ここで買えますね、この段階で。しかもプレミアボール4個もらえたし。ですからここで捕まえて、もう交換しちゃいましょうか。じゃあその前にちょっと博士なんていうか、ちょっと一応聞いてきましょうか。一応博士その前はなんつうの、おう図鑑、ポケモン図鑑の様子を見せに来たんだな、あって言われるんだね。で普通にこのまま見せたら、あ、そういうことね、草むら怖がるぜ、もっとポケモン探すといい。あ、まあ普通にこれはいつも通りっていう感じですね。まあ一応交換に1匹は必要なんで、捕まえてから行きましょう。はい、じゃあ交換していきやしょう。まあ151匹だからね。で、すでに2、3匹捕まえてるから、1時間ちょいで行けるんじゃないかな。はい、ということで、ようやく終わりました。なんとかね、151匹全部ね、捕まえましたっていうことにしました。まあトレードでね、あと、石とかで進化させたりして、全部揃えましたんで、これでいきましょう。博士、驚かせてやるぞ。はい、まだね、一応確認しとくと、冒険に出ることをママに伝えようっていう段階なので、まだね、メニューも揃ってない感じなんですが、行きましょう。コンコン、失礼します。ちゃんと挨拶してね、行きましょう。なんて言うかな？はい、おお、図鑑、ポケモン図鑑の様子を見せに来たんだな。はい、全国図鑑にしてくれよ。見つけたポケモンの数は151か。なるほど、新王すべてのポケモンに出会ったわけだ。あ、別に捕まえたことには言及されないんだ。マジか。もともとそっか、別に。待って待って、もらえないの、ポケトレとか。マジか。いや、そらないぜ。マジか。これめっちゃ頑張ったんだけど。ちょっと待って待って待って、全国図鑑とかにもならないの？マジかよ。いや、そらねえわ。いやー、ひでえ。マジ？すげえ頑張ったよ、これ。いやー、くそー。